こんにちは。急なんですけど、僕ベテランチがですね、地上波に出ます。で、明日11月2日のフジテレビかなで、関東6県だけらしいんですけど、イットっていう夕方のニュース番組やってるらしくて、それのなんか6時10分頃からなんか調べてみましたみたいなコーナーの、なんか東大生に勉強法を聞いてみようみたいなコーナーで、後半5分僕が映るらしいです。で、なんかどういういきさつでそれ来たかっていうと、普通に大学終わってランチ食べに行こうと思って、赤門の前歩いてたら、テレビのスタッフのお兄さんみたいな人がいて、で、なんか話しかけられて、で、ペチャクチャ喋ってたらですね、僕がまあよく喋るじゃないですか、こんな感じで、で、なんかいろんなこと聞かれて、学科どこなんですか、理三ですみたいな、高校どこなんですか、灘ですみたいな感じで、まあ企業ベラベラ喋ってたら、なんかその向こうの人が、ベテランチさん、まあベテランチさんっていうか本名で挨拶したんですけど、面白いですねみたいなって、で、なんか今度家行くんで、家で取材させてくださいみたいなって、で、まあ僕不詳 YouTuber ということで、まあ、なんでしょう、厚かましいことに家の中から、まあ大学生活から何でもかんでもネットに載せて、それをまあお金に変える作業を行っているじゃないですか。なんで、まあこれが全国じゃないや、テレビで流れようもんなら、まあそもそも僕すでにプライバシーがないので、これは YouTube の宣伝になるんじゃないかなと思いまして、これ本郷三丁目の駅なんですけど、今駐車場で撮ってるんですけど、ちょっと明日大学の試験があって勉強しないとまずいんで、こんなことしてる場合じゃないんですけど、でも今日撮らないと明日放送なんで、ちょっと今からこの手抜き動画を上げるんですが、まあ、とにかくね、明日夕方6時から6時10分からフジテレビで、関東の人はニュース番組に僕が映るというね、ニュースと僕というこの相入れない2つの陸と海が混ざり合う時、グラードンとカイオーガが戦う時、スリザリンとグリフィンドールが出会う時、そういうこの二項対立の向こう側にあるね、何が起こるのか、カオスの向こうにどのようなコスモスが待ち構えているのかっていうのをね、自分の目でね、確認していただければなと思います。はい、なんか内容は結構普通というか、なんか YouTube をその向こうのテレビのスタッフの人が見てくれて、で、なんか帰ってるところと僕が家帰ってから何してるかみたいなのを撮って、で、ちょっとなんかそのスタッフの方に聞かれた質問に対して答えていくみたいなのがあって、で、なんかそのスタッフの人が言うには、その番組として報道番組って言うと夕方にやってるじゃないですか。だからお母さんとかが見てるらしくて、だからなんか教育法を伝えたいみたいなのあって、で、なんか聞くところによると、そのスタッフの方が大阪にある僕の実家まで行って、ベテママにインタビューをしたっていう話を聞いてます。で、僕まだ内容は見てなくて、なんかテレビってあんまり事前に内容を見せたりできないらしくて、だからもしかしたら僕が6時10分に地上波で放送禁止用語を言ってるのが映るかもしれないんですけど、ちょっとドキドキしながら確かめようかなと思います。でも、ちょっと今僕んちのテレビってこうあったら足がついてるじゃないですか。なんか床にテレビ置きっぱなしにしてたら、ここの足が取れちゃって、テレビがでっかい iPad みたいになっちゃってるんですよ。だからもしかしたら僕オンエアリアルタイムで見れないかもしれないんですけど、皆さんぜひね、暇な人は見て、忙しい人はまあ録画してね、まあ興味ない人は見なくてもいいんで、はい、よかったら見といてください。でね、撮影のね、ちょっとした話みたいなやりたいんですけど、なんかね、編集でどうにでもなるから、みたいな。なんか僕結構一人で YouTube 撮ってるんで、普段カメラの明るさとかをめっちゃ気にしてるんですけど、まあ今これもゴミみたいな画質になってますけど、普段部屋で撮るときとかは画質が綺麗になるように気をつけて撮ってるんですけど、なんかそのテレビの人はもう
編集でさどうにでもなるからみたいな感じで適当にボーンってカメラ置いて、後から明るさとか画質とか編集でどうにでもなるからって言って、なんか AV 撮ってんのかなみたいな、なんか全然気にせえへんやん画角とかと思って、だからどうなってるか結構僕も楽しみっすね。あとなんか、うん、なんか僕が話が面白いっていうか、なんか話が上手いみたいなんで、その赤者の前で喋ってる時になんかなんでそんなよく喋るのみたいな、いや YouTuber なんすよ実はみたいなって、で家についてきてっていう感じだったんですけど、そのなんかなぜかその僕の母にも興味を示してて、でなんかそのなんかその多分やっぱ子供が面白いと母親も面白いみたいな、そのテレビマン特有のそのなんていうの、裏側を掘りたいみたいな意識が働いたんやろうなと思うんですけど、なんかその細かくは知らないですけど、僕の母が、僕の父が浪人してた時のエピソードトークをしてるらしくて、あの浜学園でスピーチする動画で言ったと思うんですけど、僕の父八郎してるじゃないですか。でこれ結構僕勝手に父の過去をいじっていいんかなと思って、 YouTube では禁じ手にしてたというか、あの封じてたんですよエピソードとして。だから父の、てか父の浪人話をね、僕もちょっとなんかあんま聞きづらくて聞けてないというか、え、なんか八郎してる間父ちゃん何してたみたいな、父さんさみたいな、父さん八郎してる間暇やったやろみたいな、その間さ何して遊んでたみたいな話本当は聞きたいですけど、なかなか聞けないじゃないですか、父親もなんか言いづらいろし。だから僕聞いたことないんですけど、なんかそのテレビのスタッフの方の話によると、そのテレビの放送で僕の母のその父が浪人してた時代の苦労話みたいなエピソードトークをしたらしいんで、あのベテ母の面白エピソードトークが聞けるかもしれないですね。はい、まあ、見どころはそんな感じかなと思います。あとなんか普段の日常生活の様子を撮りたいから、部屋でゴロゴロしてるシーンと普通に蒙古タンメン食べてるシーンちょうだいって言われて、あのスタッフさんが部屋の外に出て、僕が一人で部屋で iPad いじって蒙古タンメン食べるっていうシーンも撮ったんで、そこが使われてるかどうかにも注目してください。はい、使われてないと思いますけど、はい。じゃあ、勉強があるんで、戻ります。バイバイ。